デラックスシリーズはヤマハから発売されてきたシンセサイザーの型番、商品名。この他、デラックスシリーズの音源を用いたラックマウントタイプの音源モジュールとして TX シリーズが存在する。ヤマハデラックス7同シリーズは FM 音源が採用されたデジタルシンセサイザーであり、FM 音源の特徴である非正数自倍音を活用することできらびやかな音色や、 金属的な音色、打楽器系の音色など、旧来のアナログ音源が苦手とした音色を出せることが特徴であった。さらにフルデジタル構成の利点として、作成した音色データの保存、再現が簡単に可能、いち早くミリ端子を装備し、容易に他のデジタル楽器と組み合わせることが可能と、アナログシンセサイザーからは革命的な進化を遂げ、 1980年代、中頃の音楽シーンをリードした。特にきらびやかで新鮮なエレクトリックピアノのサウンドは、それまでの主流であった、ローズピアノに対して小型であることも含め、そのシェアを奪うまでのものとなった。また、デジタルならではの高質なベースサウンドも一世を風靡して、1990年代のハウスミュージックでは、デラックスシリーズのピックベースのパッチが、 定番音色として用いられた。FM 音源方式はアメリカのスタンフォード大学で開発されたもので、これにいち早く目をつけたヤマハは1973年にライセンスに関しての独占契約を結ぶ。試作モデルでは基板のサイズや機能面が障害となったが、1980年代の半導体技術の進歩により解決できた。 1981年には、音色がプリセットされた4オペレータの音源が、GS1 という高価な機種などに採用され、エディットが可能なデラックスシリーズへ続く。デラックスシリーズのプロトタイプは、パムズという試作機で、多数のスライダーやダイヤルが並ぶパネルと、膨大なパラメータで、音色操作の自由度を高める設計であったが、変調を、制限波のみに限定したり、 32種のアルゴリズムなどが採用されたりと、正式な商品化のために整理簡略化が行われている。初期デラックスシリーズの試作モデルの開発コードはデラックス00だったが、製品名にもこれが引き継がれている。1980年代のシンセサイザーサウンドを牽引したデラックスシリーズだが、音色作成の難度が高く、アコースティックピアノのシミュレートが、 苦手という欠点があった。そのため、生楽器のサウンドを録音しておき再生する PCM 音源を搭載したシンセサイザーの登場後、そのシェアは次第に縮小していった。89年に登場した PCM 音源と FM 音源のハイブリッドである RCM 音源を搭載した SI77 により、ヤマハのシンセサイザーは SI シリーズに移行。 2001年には、ループファクトリーシリーズ中の一機種として、デラックス200が登場したが、従来のデラックスシリーズと異なり、キーボードの持たないモデルであった。現在でも高品位な鍵盤を持つ、デラックスシリーズは、後年の音源モジュールに、ミリ接続し、マスターキーボードとして使用されることは珍しくなく、中古楽器店頭でも、鍵盤の状態が良いものには、 高値がつくこともある。また、1980年代的な音色が求められる場合に、デラックスシリーズの音源が用いられることもある。ありがとうございます。